ゆうゆうの日本語ポッドキャストミニ。みなさんこんにちは。ゆうゆうの日本語ポッドキャストミニへようこそ。このポッドキャストは簡単な日本語で話すポッドキャストです。みなさんは昨日何をしましたか？私は音楽が大好きです。ですから仕事の時は必ず音楽を聴きながら働きます。皆さんは仕事をする時音楽を聴きますか？ということで今回のテーマはお疲れ様です。皆さんはこの言葉聞いたことがありますか？それじゃあ始まり始まり、ゆうゆうの日本語ポッドキャストミニ。皆さんはよくお疲れ様という言葉を聞いたことがあると思います。皆さんこの言葉の意味を知っていますか？今日はその言葉の意味について皆さんに紹介します。一つ目の意味は、言葉の漢字からわかるように相手の仕事の苦労に感謝するという意味です。大変な仕事、大きな仕事が終わった仲間にお疲れ様と言います。もう一つは挨拶です。実はこの挨拶はとても複雑です。このお疲れ様という言葉はおはようございますやこんにちは、こんばんはの意味、そしてや元気、調子はどうというようなカジュアルな挨拶も使うことができるからです。それではどうして日本人は調子はどうや元気、おはようございますの代わりにお疲れ様というのでしょうか？これは相手を思いやる気持ちがあるからです。今日友達は大変だったのではないか、日本で生活するのは大変ですから今日もお疲れ様というように話すと人間関係がとてもうまくいきます。この挨拶、自分一人だけのことではなく他の人のことも考える日本の素敵な文化の一つだと思います。ですがこの言葉、使い方に注意が必要です。同僚や後輩、つまり同じ年の人や年下に使うことができますが、上司や年上の人にはあまり使わない方がいいです。特に仲のいい先輩は使っても問題ありませんが、会社の上司に使うと少し失礼に聞こえます。ゆうゆうの日本語ポッドキャストミニ。はい、ということで今回はお疲れ様について話しました。皆さん今日も一日お疲れ様でした。それでは次のポッドキャストでお会いしましょう。それじゃあまたね、バイバイ。